埼玉県洋子。自分の好きな行事と好きな献立の時に給食だけを食べに行く小学5年生の不登校の息子ってフラチですかいるんだね。好きな行事と好きな献立の時にだけ学校に行く。ある意味大物になるかもしれないよ。普段何やってるんだろうね。ずっと献立表を組み立ててるかもしれないよね。 一ヶ月のさ。<laughs> どうなんだろうね。どうする部屋パーって入ったら、一年の献立表がブワーって貼ってて、こう全部丸してあるの。ね、ピッピッピッってこう。で、行事丸しててね。でもその間は、フランスとかね、ウズベキスタンとかね。まあ、いろいろあるね。